皆さんおはようございます。福田美術館の竹本です。本日は10月22日から始まりました芭蕉と蕪村と若冲展のご紹介をしてまいります。本日のお相手は、企画者の、こちら、はい、企画長の岡田です。よろしくお願いします。今回の展覧会はですね、福田美術館と歩いてすぐのところにある佐賀嵐山文化館との共催となっております。岡田さん、それぞれどのようなものが展示されているんでしょうか。はい、第一会場の佐賀嵐山文化館では松尾芭蕉と与謝蕪村の作品を展示しております。こちらの第二会場の福田美術館では与謝蕪村と伊藤若冲の作品、それに加えて50年ぶりにその存在が確認されました松尾芭蕉の野ざらし紀行図鑑も合わせて展示をしております。はい、3人を、2つの館に分けて、でそして、福田美術館ではこの名品ですね、野ざらし紀行図鑑を展示しているということで、大変楽しみな展覧会ですね。今回松尾芭蕉の野ざらし紀行が、目玉でございますので、芭蕉が野ざらし紀行の中で、立ち寄った京都の名所を、いくつかご紹介したいと思います。それでは岡田さん、はい、いきますよ、はい、せーの、はい、嵐山からですね、少し離れたところにある鳴滝という場所に来ております。聞いての通り滝がゴーゴーとなっている鳴滝です。で今日はですね、岡田さんに少し芭蕉気分になってもらいました。どうですか。はい、ね、なかなかですね、機会もないので、いいですね、今すぐ奥の細道に行けそうな感じですけれども、ただこの格好ね、私たちが芭蕉って聞くとすぐこういう格好をイメージするんですけれども、実はこれは芭蕉が敬愛してやまなかった西行法師のコスプレなんですよね。はい、はい、禅宗のお坊さんの姿を元にした姿をしているんです。芭蕉もともとは東道藩という藩に仕えてた人なんです。なんか避難だったということで江戸に出て徘徊をしようとして江戸に来て、東道藩というのは三重県です ね、伊賀の伊賀忍者で有名な伊賀あたりの人なんですね。はい、この東道藩の決まりで数年なるほど、決まりがありまして、帰るために、旅をしたのが野ざらし。そうなんですね、なるほど、旅行記を書いてやろうと思って旅したんじゃなくって、お家に帰る旅をちょっと記録してみようというのが野ざらし紀行ということですね。で芭蕉はですね、伊賀の実家に帰ってから、奈良そして京都に入るんですけれども、その時に滞在したのがこの鳴滝という場所にある、お金持ちの、三井松風さんというお金持ちの別荘に滞在したんですね。でその時読んだ句がですね、梅白し日の親鶴を盗まれしという句なんですけれども、その句がこの句碑でございます。まさにこの場所ということですね。岡田さん、この句はちょっと前知識がないとよくわからないと思うんですけど、どういう意味でしょうか。中国に林羅星という詩人がいたんですけど、その林羅星が姫が座っているところで鶴を飼ってたんです。その詩を踏まえて、昨日の富士山の梅園もすごく綺麗だけれども、鶴がいないのは昨日盗まれちゃったのかな。なるほど、ちょっとシャレですね、シャレですね。なるほど、なるほど。で、この場所で、芭蕉はもう一つ句を読んでるんですけれども、カシの木の、花に構わぬ姿かなという句ですね。これはカシの木をその三井松風さんに例えているんでしょうか。きっちりしたそういう人物だということを踏まえて読んで。なるほど、真面目で、そのお花がいろいろ咲いててもそれにも全くこう構わない、なんだろう、誘惑があっても負けない、なんかそういうふうなね、いろんな人柄をね想像させる句ですね。で、こちら西行法師もこの場所を訪れているんですね。そうですね、鳴滝っていうと実は平安時代からすごく禊の場とかしてもとして使われてまして、かげろう日記で有名なね、藤原の道綱の母も、もう旦那さんのね浮気に耐えかねてここに逃げてきたりとかするね、すごく由緒のある場所ですよね。では
ですね、鳴滝の次に松尾芭蕉が訪れた場所に行ってみたいと思います。では岡田さん、せーの、はい、ということで、京都の南側にある伏見にやってきました。伏見というとですね、伏見稲荷、鳥居がねたくさんある、あそこがとても人気ですけれども、京都では伏見は造り酒屋さんがたくさん多いエリアとして知られています。でその造り酒屋さんのですね、あるエリアのど真ん中にあるこちら、西岸寺と言いますけれども、こちらにも松尾芭蕉が滞在をしていたということが野晒式稿に書かれています。そうですね、岡田さんね、はい、この西岸寺の3代目住職の任光上人という方が徘徊をされていましたので、芭蕉がこちらを訪れて、詠んだ句が野晒式稿に収録されています。はい、その句なんですけれども、我が絹に伏見の桃の雫せよという句なんですが、これは当時伏見の桃が有名だったんですかね。たくさん桃が生えてたのかなと思うんですけども、まあ、その桃のねこうジューシーなこう梅雨がこう、ね、自分の着物を濡らすように、まあ、あなた様のそのなんて言うんでしょう、徳の高さとか心のようなもので自分の心も潤してくださいっていう風な意味かなと思うんですが、桃の雫っていうとなんかね、お酒の名前にもそれこそなってるんですが、なんか生命の源とか、もしくはちょっと色っぽいとか、なんかいろんな意味がありそうですけども。任光上人はその当時80歳ということですので、やっぱりこういろんな生命長寿とか、なるほどなるほど、いろんな意味も込められてた。そうですね、不老長寿のね、シンボルでもありますのでね。はい、ということでぜひ皆様機会があったらこの伏見のねお寺を訪れていただきたいと思います。それでは福田美術館にもう一回戻ります。せーの、ということで福田美術館に戻ってきましたね。戻ってきました、はい、こちらはですね2階の展示室なんですけれども、私たちの後ろに、松尾芭蕉が、直筆の、で書いたですね、野晒し図鑑が広がっているわけですけれども、はい、岡田さん長いですね、これね、何メートル、大体15メートル。15メートル、普通ねこういう巻物って前期は半分、うん、後期半分ってやるんですけども、はい、もう今回は全部見せちゃう、すごい大盤振る舞い、大盤振る舞いということで、まあ、これはね本当にこんな機会なかなかないと思うんですけれども、はい、で中身ですね、これは何ヶ月ぐらい旅したんでしたっけ。8ヶ月ぐらい、ね、8ヶ月、はい、俳句にして45句が確か書いてあったと思うんですけれども、まあそれをですね、まあ、皆さん分かりやすいように、図鑑の内容に合わせて上にパネルもね添えてありますので、もうこのパネルをご覧いただいたらもう野晒式稿が全部分かるという仕掛けになっているかと思います。なんかパネルの中にですねちょっと緑色でハイライトした俳句がいくつかあるようですが、これはどういう意味ですか。45句、まあ、全ていい句なんですけれども、その中でも名句を少し色を変えてピックアップしているという、もうこれは絶対覚えてほしいみたいな。それではですね、福田美術館の2階展示室にてこちらの野晒式稿図鑑、最初から最後まで全てずいっとですね公開しておりますので、ぜひご覧ください。